昼のダムールは日本の競争馬。主な勝倉は2011年の天皇賞。馬名の由来は冠名、昼のフランス語で愛。11月14日、東京競馬場の新馬戦、芝2000メートルで2着。2戦目は11月29日京都競馬場の未勝利戦、芝1800メートルを一番人気で勝利。3戦目は 阪神競馬場のラジオ日系杯2歳ステークス、ビクトワールピサの4着に敗れ2歳を終える。若駒 S4 戦目は1月23日の若駒ステークス、2番人気だったが上がり3回33.1の末足で内から抜け出し、1番人気のルーラーシップを差し切って2勝目を挙げた。5戦目は阪神の若葉ステークスに出走。1番人気だったが、後に、 青場賞を勝った2番人気のペルーサと直線で、セリア1、2馬審査で2着となる。続いて、サツキ賞に出走。最後の直線で大外から追い込んだが、内から伸びてきたビクトワールピサを捉えきれず1馬審と、1、2差で2着だった。続く第77回東京優秀では、ビクトワールピサ、ペルーサに次ぐ3番人気で出走。集団のやや後ろからレースを進めたが、 直線で伸びをかき9着に破れた。小バとの初対戦となった札幌記念ではスタートでつまずき、中段から足を伸ばしてくるも4着だった。菊花賞では、中段追走も、直線で伸びきれず7着。鳴尾記念では一番人気で出走。後ろから直線で上がり33秒台の末足で突っ込んできたが、ルーラーシップの2着に破れた。大阪杯天皇賞。 1> 春1月16日の日経新春杯では、道中中断待機から直線で大外から追い込むも、完全に抜け出した、ルーラーシップをまたも捉えきれずに着に敗れる。2月13日の京都記念では、中断追走から先に抜け出すもトゥザグローリー、名称ベルーガニクし3着。3歳春から勝ちきれないレースが続く、シルバーコレクターであったが、次の4月3日の大阪杯では、 ダークシャドウを花さで制して1分57秒8のレコードタイムで念願の重傷発制覇続く天皇賞では距離延長が懸念されてか7番人気に甘んじる。道中は戦闘が次々変わる激戦の中、中段やや前で追走し直線に入り、馬群から抜け出すと英進フラッシュの追撃を半馬心退けて GI 発制覇を果たす。 秋のローテーションでは、ビクトワールピサ、中山フェスタと同じく、フォア賞から外戦門賞に出走するプランを明らかにした。9月11日のフォア賞では2番手追走から、残り200メートルで先頭に踊り出るも最高峰、追走からワグンを割って伸びたサラフィナとの叩き合いに、破れに着。10月2日の外戦文賞では4番人気に、押されたが道中では、 終始かかりっぱなしでレースを進め直線で失速し10着。帰国後の有馬記念では、中段からレースを進めたが、直線で伸びをかき6着に敗れた。2月12日の京都記念では、後方2番手から追い上げるもトレイルブレイザーの3着。3月18日の阪神引退商店では、中段から追い上げたが、ギュスターブくらいの4着に終わった。連覇がかかった。 天皇賞では終始後方のままオルフェーブルと同着の11着に敗れた。8月19日の札幌記念では中段から足を伸ばし3着だった。11月21日付で競争馬登録を抹消、引退した。引退後はアロースタッドで種ボバとなる。2013年より種ボバとしての生活を始めたモノノステイヤー決闘が嫌われて初年度で 種付け数25頭、その後前言して2016年には15頭と厳しい船出となった。2016年より初年度3区がデビューした。しかし地方では何頭か勝ち上がったものの中央では未勝利戦で副賞にすら入らないという極めて厳しい結果となった。2017年6月17日にロードゼストが未勝利戦で勝利。ようやくの中央初勝利となった。 2019年をもって種ボバを引退、余生を送るため、ベルサイユファームへ移動したが、1年後の2020年9月28日に、ベルサイユファームを離れ、千葉県八幡市の東、関東バジコー学院に移動した。ありがとうございます。